ペルセウス座の北側に描かれたモモンガ座。当時の製図と同じく、実際の夜空とは左右逆に描かれている。モモンガ座は、アメリカの学者ウィリアム・クロスウェルが考案した、現在は使われていない星座の一つ。ペルセウス座の北、現在のキリン座の領域内のカシオペア座との境界近くに作られた。ウィリアム・クロスウェルが1810年に観光した著書に、 添付した製図エメルカトルマップオブザスターリーヘブンズの中で描かれた。クロスウェルは製図の中でモモンガの尻尾の付け根に HD21291、後ろ足の片方に HD21389 の2つの星の実をプロットしている。クロスウェルの後にこの星座を取り上げるものはおらず、現在は使われていない。クロスウェルはボストン生まれの地図制作者、 学者で、後に、ハーバード大学図書館の蔵書カタログを作るために、精力的に働いたが、彼の貢献が認められたのは、死後の1840年になってからであった。クロスウェルは、このエーメルカトルマップ・オブ・ザ・スターリー・ヘブンズの中で、彼が創作した、もう一つの星座で、コロンブスの胸像をモチーフとした、大理石の彫刻も描いている。このか、アンティの薄座、 チャールズの歌詞の木座、ブランデンブルクの王爵座といった現在使われていない星座も描かれており、またお羊座の隣には絵座が描かれている。ありがとうございます。